桐生市広沢町にあるラーメン財産に来ています。駅と目と鼻の先に。駐車場はお店の横へ置けます。第二駐車場もすぐそばにありました。外観の看板が光っててすぐ見つかります。中へ入りましょう。店内はテーブル席です。4人掛けと2人掛けのテーブル。私たちはここへ座ったよ。平日ランチもやっているそうです。群馬県一美味しいラー油だと。卓上はシンプルです。メニューです。まず営業時間と定休日。個性的なラーメンだらけです。本格的なものも味の魅力とかトッピングも豊富です。ご飯類もあります。一品料理も充実です。お酒はシンプルなものが。ソフトドリンクもちゃんとあるよ。おすすめしている焼酎です。こちらは絵付きのメニュー。中華風ミートソースなんだ。これ辛そうだな。一番激辛ひ。あ、麻婆豆腐も美味しそう。でも絶対辛いんだろうな。ピータンがあるの珍しいです。お好きな方は注文してね。味噌チャーハン750円。バラリン。味噌チャーハンなんて食べたことないです。こちらはラーメンスープかな。色がしっかりついていて美味しそうです。具材はネギ、卵、ひき肉。味が濃そうだな。量もなかなか多めの量です。うまげー。スープを見てみましょう。醤油味だね。それではスープいただきます。お、優しいスープだ。ネギと合わせて最高です。そしてこちらのチャーハン、シトパラ系のチャーハンです。中までたっぷりのひき肉。ほー、ボリューミー。うまげー。それではいただきます。見てみてー。チャーガブ。おー、味濃い。味噌の甘みもあって美味しいです。味噌も合うんだね。ひき肉には濃い味がついています。これはお腹満たされる。味噌チャー最高。ひき肉こんなにわんさか入ってます。ラージャーメン850円。だらりん。ほう、この店で一番の激辛。見ただけで辛そう。チャーシューが美味しそうです。わかめやレタスが乗っています。緑に赤、茶色で色合いバッチリ。辛そう。スープはどうかな。ラー油が強めかな。麺はどうかな。中太平打ちのピロピロ麺です。楽しみ。おっかなびっくり。いただきます。わー、独特の味。カレー。麺も食べてみましょう。麺美味しい。食感が好きです。山椒が効いてしびれ系。辛い。チャーシューは2枚入りです。柔らかそうなチャーシューです。美味しそう。そこにレタスも。でかいな、レタス。一緒に食べたら良さそう。そしてわかめもたっぷり入ってます。チャーシュー1枚もらいました。やばい、くしゃみ出そう。気を取り直していただきます。めっちゃ柔らかい。美味しいです。餃子ラーメン800円。だらりん。これが餃子ラーメンか。
某テレビにも出たと噂のラーメン。ラーメンの上にはたっぷりの野菜たち、餃子の具を乗せたラーメンが人気だそうです。桐生では名物にもなっているそうですよ。味の想像がつかない、楽しみです。スープはどうかな。色が濃いめのスープ。麺はどうかな。麺の量多い感じがします。ピロピロ麺好き。スープからいただきます。お、酸っぱい。何味か聞かれたら、味噌っぽいような醤油っぽいような、そんな感じです。麺は長いのと短いのがあります。細かい野菜が一緒に口に入って美味しい。餃子を入れて丼の中で崩した感じです。そして具材を見てみましょう。大量の量です。玉ねぎ、白菜ががっつり染みてます。もろ餃子の具です。それではいただきます。たっぷりだ。餃子部、お、酸味と辛さがあります。餃子にタレをつけた時の味です。なんか不思議。ラーメンと餃子を同時に食べた感じ、これは斬新だ。具も麺もたっぷりです。結構な量で驚きました。食べがいがかなりありました。味噌チャーハンごちそうさまでした。ラージャーメンごちそうさまでした。餃子ラーメンごちそうさまでした。それでは振り返りです。本格的で食べると個性派、分かりました。どれもここでしか味わえない味でした。桐生名物餃子ラーメンは衝撃。味噌チャーハンも美味しかったな。ラージャーメンはかなり本格的な味でした。本日はごちそうさまでした。